皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、先日私のポートレート作品集エンジェルズ・キス・フォールズ・オン・ミーのボリューム4の編集作業をしていて、写真の左上にこう黒い点、結構でかかったですよね。つまりセンサーにゴミが付着していたために写真に黒い点ができているというお話をしました。でもうすぐ第5作の撮影に入りますから、それまでに α7-4 のセンサーをきれいにしなければなりません。皆さん方はセンサークリーニングをどうされているんでしょうか。時々メンテナンスに出されて、きれいにしていただいているんでしょうか。その頻度っていうのはまたどのぐらいなんでしょうか。ちょっと興味がありますので、もしコメント欄に書ける方がいらっしゃいましたら教えてください。それで、私はですね、こいつブロワーを使ってとにかくゴミを吹き飛ばそうとしました。これダメなケースですね。こうやるとホコリが舞って元に戻る、ホコリが降ってきますからこの中に入っちゃいます。じゃあこれはどうですか。これもダメですね。センサー面を下にしてこのように、ゴミを飛ばす、これが正しいやり方です。しかもできれば風呂場のようなホコリのない、ところに行って、やるのが一番いいと思いますね。レンズ交換って一番神経を使いますよね。野外で、レンズ交換なんて怖くてちょっとできませんので、私の場合には基本的に、カメラを2台持って以前は撮影に臨んでいました。富士フィルムの XT2T3 の2台ペアの時は片方に 16mm XF の 16mmF1.4 か、でもう片方には 56mm の F1.2 か、あの 35mm、 そういう組み合わせですね。レンズ交換をしなくていいように2台のカメラを使って撮影してたんですよ。その前の時は実は自分でクリーニングしてたんですよ。これは結構神経を使います。センサーを傷つけてしまったらアウトです。ですからセンサーを傷つけないように丁寧に丁寧にネットとかで YouTube とかで調べた方法で、センサーをね自分で掃除してました。危険なことも正直言って何度もありました。ですから、富士の XT2 以降は自分で掃除をすることはやめました。この DF に、ゴミが付着した時もサービスセンター、札幌にはもうニコンのサービスセンターがなくなりましたから、その委託を受けている業者さんのところに持ってってね、きれいに掃除してもらいました。実際に α7-4 のセンサーを何度も確認してすっごい頑張りましたよ。大体は取れましたね。取れます。ただこの iMac でこの巨大な27インチで拡大するとやっぱり小さなゴミがね目立たないんですけども残ってるんですよ。さあどうしようか。ソニーストアまで持ってってクリーニングしてもらうか、あ、カメラの北村さんでもやってくれますから、
ソニーストアか北村さんに持ってって、クリーニングしてもらうか、以前のように自分でやるか考えました。考えた結果、自分でやることにしました。で、今はいいキットが売ってるんですよ。昔とは違う。これエタノールかな。これをつけて自分でスーッとセンサー面を1往復ぐらいかな。こういってもう一つで空拭きするのがおそらくいいと思うんですけども、本当にこんな便利なものが今売られてるんですね。これであれば大丈夫ですね。ミラーレスカメラってこうむき出しですよね。で、ソニーの α7-4 はシャッター幕を下ろせるんですよ。シャッター幕を下ろしてると、まあ、それがこうゴミを遮断してくれる、センサーまでいかないようにしてくれるんですけど、逆にシャッター幕を傷つけたらアウトじゃないですか。センサーどころじゃないですよね。もう何だろう、動かなくなりますよね、きっとね。ですから私は怖くてセンサー幕は下ろしてないです。レンズを外すとセンサーが見えるようにしています。で、この一眼レフの場合にはミラーがありますから、まあこのミラーがあることによって保護してくれるっていう部分もあります。でも安心はできないですね。DF も一度クリーニングに出してますので、まあ、安心はできません。常にレンズ交換には注意を払う必要があります。ということで今日はね、センサークリーニングについてお話をしましたが、2年ぐらい前かな、ある女の子が私にカメラを持ってきて、見てください、なんか点々がいっぱい映るんですけど、これどうしたらいいんですかって持ってきた子がいたんですよ。このカメラ誰のって聞いたら、彼女はお父さんからもらったカメラですって言ったんですよね。これはね、もうセンサー真っ黒系の黒スケになってるから、クリーニングしないともう撮っちゃダメです、このカメラでは。あ、そうなんですか。カメラってクリーニングするんですかって言われたんですけども、結構わかってない人もいるなって思いますよ。クリーニング、メンテナンスは我々にとってはね、とても大切なことでございます。常にカメラをきれいにしながら、そして点検しながら、楽しい撮影ができるようにしていきたいと思っております。今夜もご視聴いただき誠にありがとうございます。